こんにちは、MB です。今日は GU のこちらウォッシュドワイドクロップトティー5分袖1990円こちらを紹介するんですけど、これ正直言ってですね、僕今回2024年夏、ユニクロだったりとか無印、GU、ZARA とかギャップとかあらゆるブランドで発売されている T シャツの中で個人的にはですけど一番です。ぜひお見逃しなく。はい、というわけで今日はですね GU のウォッシュドワイドクロップトティー5分袖1990円について紹介していくんですけど、本編に入る前に私毎週日曜日、夜9時からですね自分のオリジナルブランド MB アイテムの新作を必ず毎週発売しております。概要欄の方に MB アイテムストアのリンク貼ってありますのでぜひチェックしてみてください。世界最高級の素材を使って例えばコットンだったらシーアイランドコットンだったりとかウールだったら日本の美州のウール、最近ではレザーだとエルメスが使ってるアノネイだったりマルジェラだとかリックオーエンスが使っているグイディレザーなんかを使ったりしてですね、究極のものづくりをやらせていただいております。その代わりデザインはごくシンプルに、そして販促費うちゼロなのでむちゃくちゃ値段安く出すことができております。賢い人は取り入れております。よければ MB アイテムストア概要欄の方からリンク踏んでみてください。よろしくお願いします。さあ行ってみましょう。というわけで今回紹介するものは GU ウォッシュドワイドクロップトティー5分袖1990円なんですけど、これ実は毎年出ていて僕毎年必ず紹介してます。今回で多分3回目なんじゃないかなと思うんですけれども、簡単に言うとですね通常の T シャツデザイン的にはポケット T ですよね。そんなに変わったところないんですけれども、まず製品加工が全然違います。製品にした後に思いっきり加工をかけてあります。ピグメント加工をかけてあってですねムラのある色合いだったりとかこういうステッチ周りの部分にですね当たりがすごく強く残っていて、古着の、まあ、古着ってほら僕らのその古着屋、僕らの街の古着屋さんに来るまでに何回も洗濯して乾燥して洗濯して乾燥して洗濯して乾燥してみたいなことをずっと繰り返すわけですよ。特にアメリカ古着とかはそうだよね。アメリカって乾燥機文化で我々日本みたいに外でこう天日干しって基本しないんですね。アメリカ人に天日干しするっていうと結構惹かれるんですよ。彼らは天日干しをする方が汚いっていう感覚なのね。だって外の外気に触れてなんか汚いものとかつくんじゃないのっていう感覚なんですよ。で彼らは洗濯物じゃあどうするかっていうとバン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 乾燥機に入れちゃうんですね。そうすると当然生地を傷めることになるんですけど、まあ、古着の文化でいうとその傷めた生地感っていうのが独特のその魅力を醸し出しているというか、洗って乾燥して洗って乾燥してっていうのをずっと繰り返していくと生地にダメージが入ってどんどん生地が痩せていくんですね。そうするとアメリカの固めのコットン T シャツとかでも繰り返すことで洗濯と乾燥を繰り返すことで生地がどんどん痩せていって柔らかくて落ち感のあるシルキータッチの T シャツが出来上がるんです。だから古着の T シャツって風合いが新品と比べてすごくいいなんだけど、新品でそれを再現しようと思うと加工の手間と工賃がめちゃくちゃかかっちゃって、結局バレンシアガとかのねハイブランドだともうよりリアルなそういう加工を施して落ち感とかを再現したりすることができるんだけど、量販店だとどうしても甘くなっちゃうっていうところがあったと思います。で GU はですね2年前ぐらいからこの製品加工で古着みたいにこの生地が痩せてるのを表現したものを出していてですね、僕はずっとこれ毎年気に入って買ってるんですけど、今年もね変わらずやってくれています。今年どちらかというと色のムラ感とか加工感が例年に比べてちょっと強めになってます。毎年ですねなんだかんだこの襟の部分とかこの袖の付け根の部分ですね、こういうところに、当たりが残ってるぐらいだったんですけど、今年はですね、まあ、色にもよるんですけれどもちょっとボディ周りにもうっすらこういうちょっとわかるかな、動画で伝わるかわかんないですけどうっすらこういう当たり感みたいなのがついてるんですよ。わかるかな、こういうちょっとなんか色ムラの感じが出てるんですね。より古着っぽい風合いになっていて、で加工かけてあるからなおさらですけれども素材感もこういうこうなんていうのかな、滑らかで柔らかい風合いになっています。もともと使ってる生地は結構分厚い生地使ってるんですけど、結局薬品使って表面をこう加工するので表面がこうツルッとなるんですよね。なんでこうツルッとしたシルキータッチの風合いになっていて生地感も元の生地よりもちょっと薄くなってると思います。なので古着の風合いしっかり再現できてていいアイテムじゃないかなというふうに思っています。まあ、何よりですねやっぱりこの首周りのところとか袖のこの切り替えのあたり
白っぽくなってるでしょ。この感じがデザインの代わりになっていいんですよ。結局シンプルな T シャツって、まあ、あんまり主張がなくてなんか差別化するのって難しいですけど、ほんのわずかなこういうポイントがだからこそちょっと目立ってくれるというか、こういう暗めの色でもですね、やっぱりちょっと分かりますよね。ちょっとこういう白っぽいような着込んだみたいな風合いが分かると思います。マルジェラもね、こういうそのオーバーダイの製品加工をしてあるこの色抜けしたような古着の T シャツってずっと何年もやっていて、メモリーオブシリーズっていう後ろにそのマルジェラのその数字が入ってるタグの跡がついてるメモリーオブシリーズって T シャツでずっとやってるんですけど、まあ、正直ですね、はっきり言ってマルジェラのメモリーオブの T シャツとこの GU の、 あの製品加工の T シャツ比べてどっちがいいか悪いかってはっきり言って決められないぐらい結構似てます。別に GU がマルジェラの形をパクってるとか似せてるとかっていうことは特にないと思うんですけれども、まあ、実際形結構違うしね。なんだけどこの加工っていうところに関して、製品加工っていうところに関しては量販店もかなりのレベルのことができるようになってきたんだなっていうのが正直思うところではありますね。今回この T シャツ、まあ多分僕が記憶してる限りでは通算3回目ぐらいの展開になると思うんですけど、今回から大幅に変更したものがあって、それが形です。いつもの T シャツのデザインと違って、今回いわゆるボクシーシルエットと呼ばれる新しいシルエットに変更されています。どういうものかっていうと、着丈がですねちょっとと短めになってます。若干ね、動画だと分かりにくいと思うし、これ実際に自分の体で着ないとなかなか伝わらないところだと思うんですけど、通常の今まで GU が展開していた商品と比べると着丈が結構短くなっています。袖はですねやや長めになっているんですけど、肩も身幅も割とあるんですが、着丈がぐっと短くなってるって印象ですね。これ本当にもうズバリのトレンドの形ですね。レディースの市場ではこういうクロップト丈とか、まあ、ボクシーシルエットとかってよく言いますけど、むちゃくちゃ流行ってます。街歩くと分かると思うんですけど、オーバーサイズのパンツにへそが出るぐらいの短い着丈の T シャツとかっての着てる女の子ってすごく多いと思うんですよ。あの流れがメンズにも入ってきていて、海外ブランドとかあとクロップドの T シャツとかクロップドのトップスってメンズでも結構出てきてるんですけど、いよいよ日本の量販店 GU の中にもトレンドが入ってきたなという感じで、時代の流れを感じるんですけれども、これねワイドパンツ好きな人はぜひ試していただきたいです。ガチで足長く見えます。やっぱりワイドパンツを履いた時に足ちょっと短く見えるのって、まあどうしても仕方ないことだと思うんですよ。まあ例えばスリムのスラックスとかね、スキニーだと横幅がなくて、こう横幅が細いからこそね、シルエットが細いからこそ縦の印象がすごく強くなって足がちょっと長く見えるわけですね。でワイドになると横の印象が強くなるので、ちょっとねこう ずんぐりって言ったら変なんですけど、足若干短く見えやすいんですよ。まあもちろんだからこそワイドパンツを履いた時に裾がでかいからプラットフォーム型のシューズを合わせてね、ソールが分厚いシューズを合わせて身長とか足の長さをかさ増しするっていうことをみんなやられてるわけですけれども、まあそこからも分かる通りワイドパンツってちょっと足いっぱい短く見えるから、どうにかしてそれを補完しようってみんな思うわけですよね。でそうした時に、まあ、一つの方法として足元を盛るっていうのが、まあ、最近のトレンド、プラットフォーム型のサンダルとかスニーカーとか革靴とかを使ってこう全体的に盛ってあげる。だからこそ今はイタリアのね分厚いソールであるビブラムソールとかが人気があったりだとか、まあ、ああいうのを使うと自然に身長とか足を盛れるので、まあ、なんかワイドパンツを履いてもなんかそのなんていうかスタイルが悪く見えないというかね、そういうカバーの仕方をするんですけど、もう一つあるとすればワイドパンツ履いた時に靴でカバーするんじゃなくて、今度トップスでカバーするっていう感じですね。着丈を当然短くしてあげれば、その分パンツが見える面積っていうのは長くなるので、当然足って長く見えやすいです。着丈が長くすると、まあ、当然その、まあ、度合いにもよるんですけど、パンツの長さが短くなるわけですから足って短く見えますよね。こういうクロップド丈のものを使ってあげると、丈が短いわけですから足が長く見える。ワイドパンツを履いてもスタイリッシュに見えるっていう技が使えるわけです。で、まあ、トレンドのね海外のブランドとかだと、もう韓国のブランドとかだと、もう本当びっくりするぐらいこういう着丈が短いものとかが割とあるんですけれども、 GU はそこまで、大胆なことはしてないです。他の T シャツと比べてほんのちょっと短くなってるぐらいなので、そこまで気になる人は多分いないと思いますけど、まあ、やっぱり今までと少しバランスが違うので戸惑う方もいらっしゃるとは思うんですけど、ぜひですねワイドパンツと合わせて履いてみてください。びっくりする
するぐらいスタイル綺麗に見えて、もっと短いのが欲しくなると思うと思います。で実際僕も去年ぐらいクロップトの T シャツが欲しくて、ユニクロの T シャツとか自分でちょきちょき切ってクロップトにしてました。まあそういう加工する人、女の子とかでも結構いますよね。短めの着丈とスーパーワイドってすっごい相性がいいので、今後まだまだこのトレンドは広がってくると思いますから、 GU のこのアイテムとかをチェックして、普段履いているスーパーワイドのパンツとかと合わせてあげると、割と体型綺麗に見えて、夏って結局差別化しにくいでしょ。こういうシルエットの差でこう差別化していくと、まあ、やっぱ大人っぽく、まあ、デザインでね差別化すると子供っぽくなっちゃうけど、こういうシルエットの差とかで視覚効果を使って体綺麗に見せてあげると大人な差別化ができると思います。まあ、柄とかね、色とかデザインとかで差別化するとどうしてもその大人にはちょっと抵抗感出ると思うんですけど、この形の差別化だったらね、シンプルなデザインなわけだから、そこまで安っぽくも見えないですし、非常におすすめでございます。いやこれガチでね、風合いとかそのシルエットとか、あと値段もそうだけど、今回2024年展開されている T シャツ類の中で一番いいと思いますよ。で色ですね、色は今僕着てるのブラックかなと、こういうダークブラウンの色味だったりとか、グレー系の色だったりとか、まあ、あとはこれネイビーかな、ネイビーっぽい色味だったりとか、4色展開になってるんですけれども、一番色が分かりやすいのはこの色ですかね、グレーカラーですかね。グレーカラーが加工感が一番分かりやすいです。なので古着っぽい印象が欲しいっていう方はこれがおすすめ。まあ一番なんかバランス取れてる色かなとも思いますね。まあ、僕結構ダークな色が好きなので、まあ、ちょっと加工感分かりにくいんですけど、このネイビーカラーとか黒カラーとかが割と好きですけれども、意外とこうシックにこのブラウンとかで、スラックス、ワイドのスラックス合わせてタックインしちゃったりしても可愛いかもしれないですね。で着丈短いので、あの前だけちょっと引っ掛ける感じのタックインとかしてあげても、着丈の短さでシルエットの差は全然出せると思うので、ぜひ試してみてください。これ1990円マジでありえないぐらい安いですね。ボクシーシルエットの T シャツっていうのがそもそもあんまり探しても量販店ではメンズは出てこないし、なおかつこういう加工感もリアルでですね、生地感もすごくシルキータッチで滑らかで、色展開も抜群に、これほんと GU の半袖の T シャツの中だったらトップオブトップの出来だと思います。よろしかったらぜひチェックしてみてください。最近 GU スーパーワイドのシルエットのパンツたくさん出してますから、ワイドカーゴパンツだったりとか、スウェットだったりとか、スラックスだったりとか、ワイドのパンツたくさんありますから、それと組み合わせるとむっちゃいい感じです。よかったらチェックしてみてください。ただしこのアイテムちょっとデメリットがあるのが、色落ちが結構するんですよ。これ製品表示に書いてあったかな、どうだったかな、ちょっとごめんなさい、アテンションタグがついてたかどうか忘れちゃったんですけれど、これ洗濯機入れて洗うと結構容赦なく色落ちます。まあ、製品加工のものなんで、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけれども、ちょっとね一緒に何か物を洗うとき注意してくださいね。これ白シャツと一緒に洗うと簡単に白シャツに色が移っちゃうので、洗うときはこれ単体で洗うのがおすすめです。そこだけこの商品のまあデメリットというか特性ですね、しょうがない特性だと思うんですけど注意してみてください。はい、というわけで今日は、歴史的傑作 GU のウォッシュドワイドクロップティー5分袖1990円について紹介させていただきました。私 YouTube メンバーシップやっております。メンバーシップではファストファッションじゃなくて、普段僕が何を着ているか、どのブランドがおすすめなのかなどを2週に1回最近買った服みたいな感じで紹介していたりだとか、コメント返しも2週に1回ぐらいやってるかな。まあ、大体毎週 2,3 本の動画を出すようにしているんですけれども、ブランド百科事典だったりとか、最近だとこれからやるつもりなんですけれども、メンバーシップの皆さんのお家に僕がお邪魔して、スタイリングだったりとか、次買うべきものとかをアドバイスする お家に訪問するコーナーをやろうとしてたりだとか、結構積極的に活動しております。よろしければぜひメンバーになるボタン概要欄に出てると思いますから、そこから参加してみてください。専門的に学ぶならこのチャンネルが一番だと断言できます。それではまたお会いしましょう。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録もお忘れなく。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。